まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。今回は、久しぶりに、二人で料理を作りたいと思いまーす。イェーイ。今日作るのは、おかず、フレンチトースト。イェーイ。フレンチトーストって言ったらね、やっぱり甘いやつを想像すると思うんだけど、今回は甘くない、あの、おかずになるフレンチトーストを作っていきたいと思いまーす。それでは、レッツゴー。はい、というわけでですね、キッチンにやってきました。最初に材料の紹介をしたいと思います。材料はこちら。はい、フレンチトーストということで、食パン、あと牛乳、卵、あと今回はおかずフレンチトーストということで、ハムチーズ用のチーズ、ハム、あとアボカドわさびを乗っけたいと思うので、アボカドと練りわさびとアボカドわさび用の味付け醤油です。はい、それでは先に、アボカドわさびを作っていきたいと思います。アボカドをカットします。種に沿って切れ込みを入れると綺麗に取れます。はい、皮むきました。したらですね、こういう風にちょっと粗めに一口大に一旦カットします。はい、こんな感じです。はい、そしたらカットしたアボカドを器に入れます。ここにわさび、とお醤油、フォークで潰していきます。こんな感じでペースト状になったら完成です。はい、そしたら次にフレンチトーストを作っていきます。じゃあ器にですね、卵、牛乳、そしたらこれを混ぜていきます。そしたらこれに食パンを浸していきます。食パン、そしたらこれをしばらく置いておきます。これから焼いていこうと思います。いい匂い。これにね、アボカドか、上に乗せるの、ハムかチーズを乗っけて
あの巻いてほしいんだよね。半分でしょ。そう。できるかな。うん、分かった。うん。もう一回ひっくり返すよね。そうだね。おお。おいしそう。おいしそう。焦げ目がいい感じ。うん。じゃあもう、あれ乗っけようか。うん、どこ置いたっけ俺。ハムチーズがいい。アボカドにしようか。どうしたアボカドにする。うん、真ん中でアボカド。美味しそうだね。うん、うまく挟めるかな。よいしょ。あー、いいね。美味しそう。で、いい？じゃあこっちに寄せとくよ。美味しそう。美味しそうだね。うんうん、いいね。これはこれをもう一枚やって、うん、完成にしましょう。イエス。あああ、美味しい。音が聞こえたと思ったら、うまい。俺の傷抜き。アロマ飲みたーい。はい、というわけで、うん、完成しました。完成しました。で、どうかな、どうなってるかな。いいや、開けとこう。あ、開けとこう。はい。で、完成しました。美味しそう。美味しそう。アボカドとこっちはハムチーズ。うん。いや、うまくできたね。できた。さあ、食べよう。いただきます。はーい。どう？めちゃくちゃ美味しい。これ本当に美味しいわ。食べてみて。うん、俺も食べたい。よし。美味しい？美味しい。ね。合う。よかった。うん、よかったよかった。アボカドとさ、うん、わさびとちょっと醤油入れたじゃん、うん、まとまってるよね。うん、美味しい。もう素手でパクついてる。うん、美味しい。うんうん、ね、チーズも食べてみる。うん、いいよ、しょうちゃん先。いただきます。伸びるかな。ああ、若干。でもそれをそれでも絶対美味しいよね、うん、間違いないよね。うん、うん、どう？うん、美味しい。美味しい。よかった、美味しいね。どっちも美味しいよ、うん、これさ、うん、目玉焼き挟んだりとかさ、うん、しても絶対美味しいよね。うんうんうん、いろんなアレンジができそう。美味しい。うん、しかもいつもうちらの動画さ、うん、簡単だよね。うん、めちゃめちゃ簡単。うん、ぜひね、やってみてください。やってみてください。そう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 。
これ見て YouTube マグカップかわいい、かわいいでしょ、すごい、これもこれいただいたんですよ、うん、よいしょ、あ、見えるかな、話した方が見えるかもしれない、チャンネル登録 ね、チャンネル登録って書いてある、チャンネル登録よろしくお願いします、チャンネル登録確かに、うん、かわいいでしょ、かわいい、おいしい、うん、すごい食べっぷり、おいしい、おいしい、うん、これもかわいくないですか、かわいい、ペアルック、うん、ペアルックにしましたね、外でね、ペアルックはさすがにちょっとね、ちょっと恥ずかしいっていうか、ちょっと痛いかなって思われるかもしれないけど、まあ、家の中だったらね、家だけなので許してください、うん、許してください、かわいいでしょ、かわいい、はい、はい、というわけでですね、今回の動画はここまでにしたいと思います、まあ、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします、インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします、ではまた。